大糸線は、長野県松本市の松本駅から、新潟県糸井川市の糸井川駅に至る、鉄道路線。松本駅南小谷駅間は、東日本旅客鉄道。南小谷駅糸井川駅間は、西日本旅客鉄道の管轄である。北アルプスの東側を、長野県大町市南は、高瀬川、その北は、日本海へと注ぐ姫川に沿って走る。沿線には、 立山黒部アルペンルート東の玄関口である大町市を控え、広域輸送としては主に中央本線からの特急列車が直通している。2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間の開業により、並行在来線である北陸本線金沢駅、直越駅間は経営分離され、本領線の南小谷駅糸井川駅間は、 JR 東日本の在来線及び、越後ときめき、鉄道と北陸新幹線の JR 西日本所管区間のみに接続し、JR 西日本の在来線路線としては孤立している。同区間については、地元自治体との協議も予定されていたが、引き続き JR 西日本が管轄し、糸井川駅など、新潟県上越地方と長野県北アルプス地域を、 結ぶアクセス路線となっている。JR 東日本区間のラインカラーはパープル。松本駅南小谷駅間は、JR 東日本長野支社、南小谷駅糸井川駅間は、JR 西日本金沢支社北陸広域鉄道部の管轄である。ただし、会社境界駅である南小谷駅は、JR 東日本の管理駅で、南小谷駅北方にある上り場内信号機が、 線路上の境界となっている。また、糸井川駅構内は、越後とめき鉄道が管理している。松本駅品の大町駅間は、品の鉄道により開業した。品の大町駅糸井川駅間は国により建設され、大糸南線の品の大町駅、中土駅間と大糸北線の小滝駅、糸井川駅間が1935年に開通した。 松本駅糸井川駅間が全通して、大井戸線となったのは1957年である。江戸時代に整備された千国街道は、大町と安住大岩家の間に池田通りと松川通りの二つのルートが存在したが、品野鉄道は松川通りに沿って建設された。大井戸線の路線名は、品野大町以南が、品野鉄道であった時代に、国によって、 品の大町と糸井川を結ぶ路線として建設されたことに由来する。全通以前に品の鉄道は国有化されていたが、大糸の路線名は買収区間も含めてそのまま踏襲された。現在の JR の路線名で複数の地名から一文字ずつを取って付けられた名称は通常音読みするが、例外的に大糸線と米坂線は両方の漢字を訓読みする。 優等列車の詳細な遠隔は、中央東線からの列車については、あずさ中央東線優等列車遠隔を、中央西線からの列車については、品野中央西線優等列車を、参照運行系統は、電隔間である JR 東日本管轄の、松本駅南小谷駅間と、非電隔間である JR 西日本管轄の、南小谷駅糸井川駅間に分かれており、 南小谷駅を越えて運行される定期列車は1995年の集中豪雨被害で線路が寸断された際に運行を停止して以来運転されなくなった。かつては大井戸線全線を走破する列車として1960年代から1970年代に新宿駅糸井川駅間で急行、アルプスと1971年から 松本駅金沢駅間で急行、白馬が運転されていたが、急行、アルプスの糸井川駅発着列車は1975年に、急行、白馬は1982年に、それぞれ廃止されている。優等列車として、新宿方面から特急、あずさが定期、または臨時で、名古屋方面から特急、品野が臨時でいずれも白馬駅、または、 南小谷駅まで直通運転されている。しかし、1997年10月1日の北陸新幹線高崎駅長野駅間の先行開業後は、それまで中央東線、大井戸線を利用していた首都圏北アルプス地域間の旅客が新幹線と路線バスを長野駅で乗り継ぐルートに移行し、以降は新宿方面からの直通列車は減少傾向にある。 ただし、当季は、中央東線沿線からのスキー客輸送で、一定の需要はある。この他、急行、アルプスのダイヤを引き継いだ夜行の快速、ムーンライト新州も、臨時で運転されていたが、2019年3月以降、主要車両である189系の廃車に伴い、運転されていない。普通列車は、松本駅品の大町駅間と、 それに接続する信濃大町駅南小谷駅間の列車が主体であり、1日に数本が松本駅南小谷駅間を直通する。朝夕には松本駅穂高駅、有明駅間の区間列車も運行されている。一部は松本駅から篠ノ井線やさらに先の中央本線へ乗り入れ、塩尻駅や岡谷駅、上諏訪駅、富士見駅まで直通する列車もある。 朝や夜間一部列車は快速運転を行っている。なお、松本駅南小谷駅間では E127 系100番台によるワンマン運転が行われており、品野大町駅南大谷駅間については、全列車が E127 系100番台によるワンマン運転となる。運行本数は松本駅品野大町駅間で1時間に1の2本程度。 シナ大町駅南小谷駅間は1の3時間に1本程度である。2010年10月2日からは HBE300 系による臨時列車リゾートビューふるさとが篠ノ井線直通で長野駅南小谷駅間に運転されている。運行される定期列車はすべてワンマン運転による普通列車で2017年9月20日時点で 南小谷駅、糸井川駅間の列車が1日7往復のほか、朝と夕方には各1往復ずつ、平岩駅、糸井川駅間の区間列車が設定されている。この区間の途中駅は、下記の平岩駅を除きすべて無人駅となっている。現在、列車が行き違いを行う途中駅は、熱駅のみで、小竹駅、平岩駅、北小谷駅、中土駅にあった行き違い設備は、 撤去されているこの区間は、非電化区間のため機動車で運行されている。2010年3月13日のダイヤ改正で、老朽化した、キハ52型からキハ120型へ置き換えられた。同時に、車内でトイレが使用可能になった。過去に不定期列車として、関西方面より北陸本線、糸井川駅経由で、スキー列車のシュプール号が乗り入れていたが、 2001年冬から2002年春を最後に大井都線への乗り入れは廃止された。電閣官、編集電閣官の排泄は、インやマイナス線型モーターカーが行っている。非電閣官、編集 JR 西日本が管轄している。非電閣官は、金沢総合車両所と山市所所属の車両が使用されている。本路線で運用される車両は、 同志社の糸井川運転発出に常駐している。電革館、編集非電革館、編集以下はすべて機動車で、電革館まで乗り入れたことがある。このほか、蒸気機関車、ディーゼル機関車も使用されていた。JR 西日本に残っていた、キハ52系の定期運用は2010年3月13日のダイヤ改正で同社のキハ120型へ置き換えられた。 前日まで運行されていた車両は、キハ52系115、125、156号車の3両で、ある。最高機は全車とも、旧国鉄色に塗り替えられて、定期運用についていた。115号車は2004年7月にクリーム4号、朱色4号の国鉄一般色に、156号車は2004年12月に、朱色5号の首都圏色に、最後まで白地に、 緑のストライプの旧小指北線色で残っていた125号は2006年11月に青3号、高架色2号の鉄道省色に変更され、同年12月2日から大井都線で運行していた。キハ52系3両のうち115号車は、他の2両と共に2010年3月20日から22日まで最後の3両編成運転を行った後、岡山市社で保存された。 125号車と156号車は5.78月に臨時運転を行った後、125号車は泉鉄道へ売却された。156号車は廃車された後、糸井川市に譲渡され生体保存されることになった。一時大糸線内でイベント列車として復活させる構想が発表されたが、最終的に当初予定通り、 糸井川駅アルプス口駅舎1階の高架下した施設、糸井川ジオステーションジオパルに設けられる、キハ52展示待合室にて、生体保存する方針が決まり、2014年11月26日に、搬入された。同年12月14日の北陸新幹線、開業3ヶ月前、カウントダウンイベントでの一般公開を経て、2015年2月14日の、 ジオパルオープンにより常設公開が開始された。起点松本駅からは、篠ノ井線と、しばらく並走し、国道19号をくぐり、篠ノ井線と分かれる。これより先は大きく、左へこう描いて、国道147号と並走し、あずさ川を渡り、安住のへと入る。あずさ橋駅を過ぎてから、また右に大きく、こう描いて、松本盆地を北上する。 西側には北アルプス、沿線周辺においては、安曇野の水田が広がる。品野大町駅までは比較的線形が良い。品野時和駅を通過して、右にこう描き高瀬川を渡ると、大糸線内でも屈指の観光拠点である品野大町駅に到着する。品野大町駅を出ると、左にこう描いて、市街地を過ぎて行き。 北大町駅を過ぎてから国道148号と並走する。沿線は山岳地帯となり左手に西名山小が見え、分水嶺となっている佐野坂峠を通過する。ここから白馬盆地へと入り、終点の糸井川駅まで姫川と並走する。この周辺にはスキー場や温泉が多く存在する。白馬駅から品野森上駅を過ぎると、再び渓谷地帯となり、 南小谷駅までカーブが連続し、姫川沿いの険しい谷間を通る。南小谷駅までは、電化区間であり、JR 東日本の管轄である。南小谷駅北の非電化区間は、JR 西日本の管轄で、この区間は約3割がトンネルとなっており、トンネルがないのは、久引大野駅姫川駅間のみである。道規格が簡易線扱いということと、 粗悪な線形のために制限速度が低く設けられている。平岩駅、小滝駅間は1995年の集中豪雨による土砂崩れの影響で一部のルートが変更されている。平岩駅付近には姫川温泉がある。小滝駅近くの江尻トンネル付近に同区間の国道148号のスノーシェットからわずかに昭和初期の時代に変更された線ルートのトンネルと 橋脚客の移行が見られる。南小谷駅北で唯一の交換可能駅となった根チ駅を過ぎると、糸井川の市街が近づき沿線に住宅が増えていき、姫川駅を過ぎ右にこう描くと、終点糸井川駅に至る。利用客が減少している、大糸線の品の大町糸井川間の活性化と、沿線地域の振興を図るため、2019年2月に、新潟、長野両県と、 沿線自治体、JR 西日本、JR 東日本による大糸線活性化協議会が設立された。協議会では、新潟県将来エリアデスティネーションキャンペーンに合わせて、2019年10月から12月に大糸線に並行する路線バスを運行することとした。運行区間は、糸井川駅前白馬駅前間。停車駅は、 糸井川駅南小谷駅までの各駅と白馬駅。糸井川発4便、白馬発3便で列車のない時間帯に運行する。大糸線は単線で行き違いできる駅が少なく列車の増便が困難なためバスの運行により増便を図ることとした。うちは松本駅起点の営業キロ。各年度の区間ごとの平均通過人員は以下の通り。利用状況、編集 ありがとうございます。